本当。そう。そうか。そう。ママに刺される虫をね、トンボがね、おい、ママを食べるなってね、やっつけてるんだよ。そうか。そう。そう、トンボさん、砂漠も刺せるなって思ってます。俺も思わなかった。写真なまりなかった。うん。いや入れるとはね思わなかったから。なんか見るだけかも。うん。ママ、ママ足だけ入れるんじゃない？入っちゃう。ああ、そこそこ。で、これなんかね、持ってきたかった水は、あの水のシート。水のシート。そうだな。気をつけるのか。本当だね。自分の通りとか。ああ。どうだった？楽しかった？よかった。楽しかった？うん。うん、水冷たかったけどな。冷たいね。8月になったらもっと暖かくなっていいね。そうだな。8月また来てみよう。そうだね。いいね。水着を着てもっと楽しくできるんじゃない？浮き輪と。木陰が良くて涼しくて。確かに。うん、外はすごく暑いけど。中はね、風がとっていいよな。今塩焼きで焼いてもらってるからちょっと待っててね。
はい、どうぞ。ママどう、美味しい？美味しい。いいね。魚と塩だけ、シンプルな味だけど、一番いいかな。一番いいよな。なんかいろいろあと生姜とか胡椒とか別にいらないね。あ、塩だよね。うん、塩は一番シンプルな味、一番。わかる。出来たてで、一番にね。あと自分で釣ってもね、自分釣った魚も本当だ、ね、作ってもらえるからすごくいい ね。今もらったのは少し味が多分中サイズな ね、 本当だね。あの自分ですごく大きいあの魚を釣ったらすごく美味しく食べられるでしょう。本当だね。美味しそうなチョコレート屋さんだね。ね。どう？甘い？大人の味かな。甘いセット。あ、本当、うん、ちょっとまずママが飲んでみよう。どうですかママ。あ、なんか本当だ、アプリコートの甘さが最初に出て、そしてショコラはね、そんなに甘くない。だからフルーツの香り、あのチョコレートに、そういう感じ。